本日の動画、お腹が空いている人は閲覧中。現在の時刻11時40分、とってもお腹が空いてるしょっちゃんです。お腹が空いてるのにこれから見るものは美味しそうなものばかり。これからが不安なんですけれども、今日も張り切ってまいりましょう。本日特集するのは、特集だって偉そうじゃない、本日紹介するのは仮面ライダーザダイナーでございます。しょっちゃんもちろん行ったことありません。とても美味しそうな、とってもユニークな食べ物がね、出てくる仮面ライダーザダイナー、こちらに注目していきたいと思います。なぜかというと、本日6月8日火曜日より仮面ライダーセイバーのメニューがスタートしております。そちらはね、後ほど詳しくお伝えしていくんですけれども、本日は仮面ライダーザダイナーに迫っていきたいと思います。では行ってみましょう。仮面ライダーザダイナー、皆さん行ったことありますか？しょっちゃん先ほど言った通り、行ったことありません。場所はね、池袋にあるということでございます。いいですね、東京行きたいな。もうしばらく行ってない。2019年の年末にね、なんか YouTube のイベントで行ったっきりね、東京行ってないんですよ。まあ、その話は置いておいて、店内どんな感じかというと、こちらすごくないですか？めちゃめちゃかっこいい。仮面ライダーザダイナーのサイトによりますと、池袋でよみがえるショッカーの秘密基地に潜入と書いてあります。これはかっこいい。でもしょっちゃん、なんだかちょっと怖い。それからですね、店内にはなんと等身大の仮面ライダーですとか、歴代ライダーのフィギュアなど、仮面ライダー好きにはたまらないものがね、飾ってあるということです。それからですね、仮面ライダーザダイナー、お誕生日会とかね、オフ会なんかにも向いているみたいで、記念撮影はね、スタッフね、手伝ってくれるそうですよ。いいですね。それからですね、グッズも売っているということでございます。グッズはですね、オリジナルサブレとかいろいろあるみたいなんですけれども、一番注目していただきたいのがこちら、しょっちゃんのジョッキ。これ欲しいよね。これでビールクーって、いや違う違う、飲みたい。その他にもね、グッズありますし、グッズだけ買うのでも OK って書いてるんですけれども、まあ今コロナなのでね、どうなんでしょうか。気になるところではありますが、まあ詳しくはね、仮面ライダーザダイナーのサイトを見てみるのがいいのかななんて思っております。それではどんな食べ物を食べることができるのか、一部見ていきましょう。まずフードメニューです。仮面ライダーザダイナーのサイトに行きますと、しっかりとしたフードメニュー見ることができます。で、中にはですね、テイクアウト可能なメニューもあります。なんですが、ここでね、注目していきたいなと思うのが、一つ目こちら、これはですね、ゼロワンのアークアパッツァ、アクアパッツァなんですけれども、アークですね、それとかけてアークアパッツァ。いいですね、アークアパッツァ。そしてね、下にね、こう書いてありますね、人類の注文はすでに決まっている。なるほど。で、もう一つ注目したいのがこちら、ネギの腕輪。これは最高ですね。アマゾンのね、ギギとガガの腕輪ありましたね。そのネギの腕輪、たまんないね。ネギの腕輪を食べるため、アマゾンライダーここにあり、たまらん。そんな感じ。まだまだたくさんあるんですけれども、とりあえずこんな感じ。テイクアウトメニューも出ておりますので、気になった方は仮面ライダーザダイナー見てみてください。続きまして、ドリンク。しょっちゃんが注目しているのはこちら、じゃじゃん、これすごくないですか？シュワッと弾けるラビットタンクスパークリング、イエイイエイですよ。もう実験できちゃうよっていう、これすごくない？フラスコだっけ？それがあって、赤と青の液体がね、スポイトみたいのに入っていて、これを入れるんでしょ？そして実験を始めるんでしょ？シュワシュワするんでしょ？最高だね。しょっちゃんはね、これを飲みたい。いいなぁ、行きたいなぁ。その他にももちろんたくさんいろんな仮面ライダーの飲み物があります。アルコールなんかも取り扱ってます。でね、結構多いのがガイムですね。やはりフルーツなので、ガイムのメニューが多くなっております。ですが、しょっちゃんはその中でも、あのビルドのね、飲みたいなぁ。飲みたいというかね、実験をしたいな。そんな感じでございます。では、ここで本日注目してまいりたい。
セイバーのメニュー見ていきましょう。まずセイバーのメニュー、ダダンとこちらです。まあ、一つずつ後でね詳しく見ていくんですけれども、こちら期間限定でございます。2021年6月8日火曜日本日より7月21日水曜日までとなっております。見ていきましょう。まずはこちら、ブレイブドラゴン担々麺。いいですね。ブレイブドラゴンが真ん中にドンと乗っかっていて、しょっちゃんなんてもうね、担々麺大好きだから、これ食べたい。これ食べてビルドの実験する飲み物飲んで、うわ、もう夢だね、これね。そしてメニュー名の下見ていただくと、かつて食欲を満たすほどの偉大な旨味を手にしたラーメンがいた。いいですね。こういうのしょっちゃん好き。お値段はね、税込み1430円。まあ、ぼちぼちね、いい値段なんですけれども、これは食べたいな。じゃあ次行きましょう。ケーキオブロゴス、ノーザンベースの剣士たちのスイーツ、税込み1100円です。ソードオブロゴスのマークがあって、クリーム、フルーツ、そしてそれぞれの剣士の色をイメージされたケーキという、ケーキなのかな、ケーキオブロゴスだから、そっか、ケーキですね。はい、こんな感じ。どんな味するんでしょうかね、気になります。皆さんは誰から食べますか？では次いきます。次いいですよ。こちら、ソロモンオムニプレート。これはね、ソロモンのプレートです。これお弁当みたいな感じでいいですね。ビーフシチューかな、右上は。左上にはしっかりとデザートもついてますね。で、右下はタコさんウインナーがついてますね。これはマスターロゴスのお茶目なところを表現しているのでしょうか。左下はこれ黄色いご飯ですね。いや、黄色いご飯ってあれだよ、あの変な意味で、あの保温しすぎて時間経ったみたいな、そういうことじゃなくて黄色いご飯ですね。で、メニュー名の下見てみると、腹を空かせた人類への私からのささやかなプレゼントです。優しい、ソロモン優しいとこあるじゃん。こちら価格税込み1430円ですね。金額ももっと取るのかなと思ったら、そうでもない。本当はそんなに悪いやつじゃないのかなっていうね。はい、じゃあ次行きましょう。次しょっちゃんね、これね、飲んでみたい、かっこいい。こちら、信頼家の名にかけて、はい、ドリンクになります。サーベラとデュランダル、この2人の色がね、2層になって入っていて、ソードオブロゴスを思わせるようなオレンジにブサブサっと剣が刺さっていて、青と赤のストローが刺さっているという、これもね、兄弟愛を感じますね。なんて言ったって妹さんね、お兄様のこと大好きですからね。うん、兄弟愛を感じます。で、こちらのね、中身がね、ブルーライチシロップ、ホワイトシロップ、ソーダ、クランベリージュース、オレンジスライスということになっております。価格税込み770円です。で、メニュー名の下、アンズルナ、飲むべきドリンクは分かっているいいな、ほんと最高ですね、好き。ほい、じゃあ最後です。最後、もうね、もう商品化してます。こちら、クラッシュクロスセイバー、こちらもドリンクになります。あと、そうだそうだ、さっきのね、信頼家の名にかけてはテイクアウトも OK ということです。はい、戻りまして、クラッシュクロスセイバーですね。みんなの思いがドリンクを作ったんだ。ドリンクを作っちゃった、これはね、すごく色が綺麗ですね。で、聖剣モナカがランダムで1枚付き、全5種類ということで、どんなモナカなんでしょう、気になりますね。行きたい、もうね、誰か行ってきて、見せて、お願い。こちら価格税込み770円です。ドリンクの中身はパープルシロップ、銀粉、フルーツゼリー、ソーダ、うん、爽やかな味になってそうですね。はい、そんな感じでございます。今回の新メニューからテイクアウトできるものは信頼家の名にかけてだけですね。そうそう、それからね、忘れちゃいけない限定デザインオリジナル缶バッジというものをもらえます。50周年のマークがついて、この感じね、セイバー、クロスセイバー、ノーザンベースの皆さん、信頼兄弟、ソロモン、これをね、1品ご注文につき1個ランダムで配布。じゃあ5品買ったら5個もらえるの？でも全部揃うとは限らないよね。うん、これはね、またね、楽しみがありますね。全部揃わないからもう1品食べちゃおうかな。うん、もうお腹いっぱい、じゃあテイクアウト買っちゃおうかなみたいな。しょっちゃんならそうなっちゃうかも。いいですね。ということで、セイバーのオリジナルメニューでした。行ける方はね、ぜひ行ってみてください。こちらですね、
予約になってるのかな、今利用される方は予約フォームご活用くださいって書いてありますので、行こうと思う人は予約してから行ってみてください。営業時間は緊急事態宣言出ておりますので、仮面ライダーザダイナーのサイト貼っておきますので、行こうかなと思う方は見てみてください。なんかいろいろありそう。お酒の提供なしだって気をつけた方がいいですね、これね。しょっちゃんがここで間違えた情報をね、皆様に伝えると迷惑かかってしまうので、ぜひご自身の目で確認していただきたいなと思います。で、それからもう一つ、6月1日から7月12日まででクーガ、カブト、キバのメニューも出ているということで、まずこちら、はい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 、すごいね。それからもう一つこちら、はい、こんな感じになっております。こちらもね、この限定メニュー1品ご注文につきランダムで限定デザインオリジナル缶バッジプレゼントということで、こちらにもクーガ、カブト、キバ、好きな人ね、これねしっかり確認してみてください。セイバーだけじゃないてな感じで、本日は仮面ライダーザダイナーのことちらっとお話しさせていただきました。その他にもね、なんかいろいろあるみたい。スペシャルコースタープレゼントとか欲しいな、なんかいろいろあるみたい。行ける人はぜひ楽しんで行ってきてください。行ったことあるよ、こんなんだったよっていう人とか、このねセイバーのメニュー食べてきたよなんて人いたら教えてください。いいな、羨ましいな。しょっちゃんもコロナ収まったら東京行けるように頑張ろうっと。ではこんな感じでお別れの時間でございます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もうね、今の画像見てね、お腹すきまくり。撮影終わったらご飯でも食べよう。それじゃまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。